皆さんこんにちは、イーズ修社員の杉村優太です。今日はまた、以前投稿させていただいた T 様のご依頼をいただいたガジュアルガーリングについて投稿したいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。それでは作業動画ご覧ください。失礼いたします。では今回は T さんからエドワード・グリーンと一緒にご依頼をいただいたガジュアルガーリングの今回はプレメンテナンスですね、それを進めていきたいと思います。まずはこの状態が今どういう風なのかっていうところのチェックをしていくんですけど、時間がかかってしまうので紐は取らせていただいてます。で、プレメンテナンスっていうと、まず柔らかさを元に戻してあげたいよっていうのが課題になるので、用意するものとしてはうちではまあまあこうデリケートクリーム、それからクリーナーですね。クリーナーと革の状況とかタイプによってまた違うんですけどね、まあ、クリーナーとデリケートクリーム、それから乳化成クリームと、この辺をメインで使っていきます。じゃあ早速作業を進めていきましょう。お願いします。ではちょっと今物の配置を若干変えたんですけど、デリケートクリームから塗っていきたいと思います。デリケートクリームを用意して、まずは靴の内側に塗っていきます。塗っていく場所、この柔らかい部分、動くだろう場所ですね、そこに内側に塗布していきます。ライニングの部分ですね、この部分に塗り込んでいきましょう。で、ここがいつも自分は当たるんだよなというところがあれば、そこを注意して塗り込んであげてください。これプレケアじゃなくても全然やってもらって構わないので、なんかまた硬さがあるなっていう靴があれば、それも塗り込んでもらえるといいんじゃないかなって思います。この内側に塗ることで革のしなやかさをまた復活させてあげることができるので、足当たりが非常に柔らかくなると思います。ですからこのプレケアに関しては、内側にデリケートクリームないし、浸透力のいい、まあ、動物性油脂を使ってないクリームを使ってあげてください。まあちょっとその辺を選ぶのをミスすると靴の中がちょっと臭くなっちゃったりすることがあるので気をつけましょうね。という感じ でまずは内側に塗り込んでいきました。これで今度は外側の作業に移っていきましょう。では内側にクリーム塗り込んだので、シューツリーを入れていきたいと思います。シューツリー入れて、紐は邪魔になってしまうので結んでおきます。おっと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 、結んでおいて中に隠しておきましょう。そしてクリームを浸透させたいので、この時にまた布を用意してます。クリーナーのかけ方、古いクリームを、まあ、除去したいっていうのもあるんですけど、この時もゴシゴシ取るっていうよりは、革が今回非常に柔らかくて薄い綺麗な革なので、こうゴソゴソっと取るようなことしなくていいと思うんですね。まずさっと全体にクリーナーをなじませて、革の表面にいる老膜っていうのをちょっと緩くさせるイメージです。液体のクリーナーは一発で取るっていう作業には向かないので、数回に分けてこう塗り込む、拭き取ることで古いクリームだったりワックスっていうのを除去することができますから、こう一回で済ませようとしないように注意してあげてください。こっちの方が見やすいかな。
こんな感じで今まあ片方ですけど、片方で2回やりました。だいたい3回目ですね。さっきのエドワード・グリーンの話とちょっと矛盾しちゃうんですけど、両方で1回にしてくださいねって話したんですけど、まあ、ちょっとこうプレケアでしばらく古いクリーム、出荷の段階で塗り込んだクリームっていうのがちょっと塊が強いと思うので、片方にかける時間っていうのを少し長めに取るようにしています。なのでちょっとこう回数を分けてやっていきます。でこの時も塗る順番なんかをもし決めてもらえれば、塗り忘れとか拭き取り忘れっていうのがないと思うので、何かこうご自身の中で順番を決めていただくといいかもしれませんね。よいしょ。まあ今片足3回ずつやってしまいましたけど、まあまあこれでちょっとまあワンセットとさせてください。今回のこの靴に関してですけどね、よし、新しい靴というのは汚れているわけではないので、古いクリームを取るっていうことに注意したいだけなんですよね。なので古いクリームだったりローっていうのを除去して、革の毛穴これを開くことでクリームの浸透を良くするっていう、そういう意図がありますから、普通の汚れ落としと考え方はまあまあ基本的には同じなんですけど、でも新しい革をこんないきなり溶剤でバチバチに落としすぎちゃうとちょっと傷める可能性っていうのは十分に考えられるので、かけ方はちょっと注意しながらやっていってほしいですね。慣れてる人はまあまあそれは読むことができると思うんですけど、ちょっと自分でもやってみたいかな、チャレンジしようっていうぐらいの感覚でしたら、その辺で収めておくぐらいが無難でいいんでしょうね。無理にやる必要はないと思います。よいしょ。こんな具合でクリームじゃないや、クリーナーをなじませて拭き取ってクリームが浸透しやすい状況を作りました。さあここでクリームに移っていきましょう。さてクリーナーをかけたので、デリケートクリームをまたちょっと塗っていくんですが、デリケートクリームは布で今度は磨いていき、磨くというよりは塗布していきます。よいしょっと、よっ。で柔らかいところ、動くだろう場所にまずは塗り込んでいきますね。そしてまあキャップのあたりも一緒に塗り込んでいくと。これを反対側もやっていきます。よし、こんな感じで柔らかさが出るように塗布していきましょう。
じゃあデリケートクリームを塗ったので今度は乳化成クリームを塗り込んでいきます。もう乳化成クリームはパーツごとでしっかり塗り込んでいきましょう。プレケアの時は割とたっぷりめに塗っていいです。普段塗り込む時もまあまあ結果的にたっぷり塗るってことはあると思うんですけど、塗り込みすぎるとまあクラックを誘発するとか確かにあることはあるんですよね。なのでまあまあある程度に収めておいていいと思うんですけど、まあその クリームを塗り込む量っていうのが直接1回の量っていうのがそんなに影響するのって言われると別にそういうわけじゃないんです。どちらかというと靴を磨く頻度なんですよね。頻度が高すぎるとクリームを塗る量っていうのは自然的に多くなってくるので、まあ、それがちょっとこうクラック誘発したりとかそういうことは起こりうると思うんです。なのでちょっとその辺の磨く頻度の塩梅っていうのは注意しながら磨いておいていただくといいんじゃないかなと思います。なのでまあプレケアに関しては割とこう初期段階ではたっぷり塗ってもまあまあそんなに影響はないので、こんな具合で収めといていくといいんじゃないかななんて思いますね。よいしょ。さあ塗り込んだのでクリームはちょっと休憩して、でちょっとクリームを塗り込むと柔らかさが戻るので気持ちちょっとこう指先でこの辺がいつもシワが入るんだよねって場所があればこうプニプニプニっと少し押してあげるといいんじゃないかなって思います。このぐらいではシワ全然入らないのでやってみてあげてください。じゃあブラッシングいきたいと思います。さあこれでブラッシングが終わりましたのでまた空拭きに移っていきたいと思います。この空拭きもしっかり拭き取ってあげてください。でパーツにこうギザギザがついてるですよね、パンチドキャップ2とかって。そういう時って結構布が引っかかって糸がついちゃったりするので、まずそれは気にせず空拭きをしていきましょう。後で払ったりして糸を取り除いてあげれば OK なので、まずは全体をしっかり空拭きするっていうところからしっかり作業をしてあげてください。でちょっと繊維が絡んじゃってるのでホコリ落としとは別でちょっと僕間抜けのブラシがあるんでこれで絡みついたホコリとかは除去していきます。よし、これで OK。 さあここまで来たのでワックスをかけていけるっていうところですね。でワックスはかけ方はちょっとコツがあります。プレケアって実際柔らかい部分にシワがまず入っていきますけど、最終的にどこでシワが入ってくるかっていうのはちょっとわからないんですよね。いくら僕たち靴磨き屋に経験があっても履く方の普段歩く行動とかっていうのは全然わかりませんから、そこについては結構グレーなところがあるんですよね。なので鏡面をかけてはいくんです、傷の保護のためにも。なんですけどかけ方に工夫をしていきたいと思います。じゃあ早速ワックスいきましょう。今回用意しているワックスはサフィールのサフィールノワールのワックス、
普段使ってる度合いが違うので、まあ、ちょっと硬くなったものと柔らかいもの、それからブリヒトアッシュのザワックスなんですけど、これ今ちょっとまだ販売再販してないと思うので、ミラーグロスとかでもいいと思います。これはちょっと僕がずっとストックで持ってた、業務用で持ってたストックなので、またちょっと違う材料で申し訳ないですけれど、まあまあミラーグロスとかで代用してもいいです。で、プレケアの場合シワの入り方がちょっとわからないので、まあ、この先端と先端の中で、トゥーの中で半分半分ぐらいで、ちょっとこう強弱みたいな形でグラデーションっぽく仕上げられればいいんじゃないかなと思うので、ちょっとそんな形で今日は表面仕上げやっていこうと思います。それじゃあ作業していきましょう。まずは皮が新しくて定着がちょっと甘くなりがちなので、粘りのあるワックスからスタートしていきます。まあ、ミラーグロスは実はちょっと粘りがあるわけじゃないので、あんまりこういうことには向かないんですけど、もしこれがミラーグロスだった場合、ミラーグロスを指に取っていただいて、柔らかいワックスを取ってちょっとこうグニュグニュっと混ぜてから使うっていう方がいいですね。こういう風にブリヒトアッシュのザワックスみたいに粘りがある場合は一発目から使っていいです。よいしょ、先端に塗り広げて、で柔らかいワックスで、まあ、ちょっと馴染ませるっていうような感じですかね。ちょっとこんな具合でワックスを塗り広げていければなぁなんて思います。じゃあちょっとしばらく作業していくので見ててください。プレケアはとにかくご自身でやる場合はおそらく癖っていうのはご自身が一番分かってますから、まあ、今まで履いてきていただいている靴、それらを引っ張り出していただいて、あ、こういうふうにシワが入ってるなっていうのをちょっと見ながら、形が似てるものをできるだけ選んでいただいて、ここがシワが入るかとか、そういう予測を立てていただきながら、こういう鏡面仕上げやっていただいてもいいと思います。なんとなくこの辺だよねっていうのはわかると思うので、まあ、ここが柔らかいといいんだろうなと、今まで履いてきた靴はここが当たるなとか、ここはちょっと気をつけたいねっていうのは、まあ、ご自身で研究してください。さあ、もうここまで来たらラストスパートですね。さあ、では布で仕上げていきましょう。輪ゴムがあった、失礼しました。で、仕上げていくときは基本的には柔らかいワックスか硬いワックスで靴を仕上げていきます。あんまりこう粘りのあるワックスで仕上げたりしないですね、ここまで来ると。まあ、状況によるんですけど、まあまあほとんど使っていかないっていう感覚でしょうかね。じゃあやっていきたいと思います。
まあ、まずはこんな具合まで光らせて、磨き跡っていうのは出てますけど、それは気にせずやっていいです。まあ、ちょっと水が足りなければ足して、ワックスまたちょっと取って、こんな具合でやっていくっていうイメージですね。元もほんと整えていくっていう感じです。つま先から、かかとからっていうところで強弱をつけることで、シワの入る位置の鏡面の割れを防止するっていう、そんな感覚ですね。ではこんな具合でワックスがけは OK ですかね。よし、じゃあここまで来たっていうところで、布は一回取ってヤギのブラシに移っていきましょう。また水を毛先にまんべんなくまとわせて、よいしょと、ブラシをかけていきます。もう同じように。こんな感じですね。さて、そして最後はやはり水だけで仕上げていきたいと思います。ヤギのブラシも、まあ、いかんせんブラシなので磨きの跡はついちゃいます。でもそこは気にしないでください。結局布でこう巻き、磨いて整えるっていう作業がありますから、あとついちゃうんだよねっていうことで、ちょっとこうなんだかなっていう方いらっしゃるんですけど、あんまりそこは全然気にする必要ないので、普通にそういう作業をしてあげてください。じゃあ水を含ませて、しっかり散らして、反対も、これでプレケアの完了です。ありがとうございました。ということで、T さんのガジュアヌ&ガーリングのプレケアをさせていただきました。皮はこういう部分が柔らかいよう、柔らかさを復活させたいよというところを注意して磨き上げることで、まあ、シワがこういう場所に入ってこういう風になるんだろうなっていう、ところに気をつけるっていうのができると、まあ、綺麗に入ってスタートを迎えることができるんじゃないかなと思いますので、ぜひ参考になればありがたいなと思います。じゃあガジュアヌ&ガーリングのプレケア、ありがとうございました。皆さん最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今回 T さんは2足ご依頼いただいて、まあ基本の木というべきシューズ2足、タイプ的にはですかね、そういった靴をご依頼いただいたんですが、これがもしかしたら革靴これから履きたいんだよねっていう方にも届いたら嬉しいななんて思ってます。ということで、今回は T 様よりガジュアヌ&ガーリングのシューズをご依頼いただきました。また動画作って投稿したいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは本日はこんな感じでおいとまさせていただきます。ちょっとなんかかっこつけちゃって申し訳ないですけど、
それではありがとうございました。失礼いたします。チャンネル登録、ご評価、メンバーシップ登録もよろしくお願いいたします。失礼いたします。